走れ追いチャンネルです。今日はですね、ちょっと東京で野球をしてるんですけど、助っ人に来たチームの藤原さんという方がちょっとバッティングがかなり良かったんで、体重移動の仕方を聞いてみようと思います。藤原選手は元独立リーガーで活躍されたそうです。ちょっと打撃理論を聞いてみます。じゃあ藤原さん、はい、バッティングの時の体重移動で意識するポイントってありますか？バッティングをする時に、構えてて、はい、こう体重移動した時にこっちのかかとが、はい、こうつくと同時に後ろのかかとがこう、はい、上がるようなイメージで体重移動して、ここの内もものところで、はい、こう体重こっちに左足に乗った体重を、はい、こうってここに乗せるっていう感じですね。その時にヘッドがスパンって走るっていうようなイメージで打ってますね、はい、体がこう流れるんじゃなくて右足の方に受け止めるって感じですか？そう、受け止めたと衝撃でこのヘッドが上半身がスパンと回るっていう感じの。あ、はい、あのよくバッティングである下半身から伝えてこいっていう。そうですね、あ、そういう感じで、それをこう自分の中ではこうグッと回すんじゃなくて、はいはい、こう体重移動のこの止めた勢いでスパンってヘッドを回すっていう感じのイメージですね。で、あと軸足からその前の足にぶつけるときに意識するポイントみたいなのありますか？それもこの膝がこう体重移動のときにこう早く内側に入らないように、はい、こう内側に入ってしまうと体重移動がしにくいと思うんで、はい、ここからグッとこう押し込むような感じで膝がこうグッと中に入らないような、こういうイメージで体重移動してますね。ちょっと最後ボールのインパクトの形作ってもらってもいいですか？この時のなんか意識するポイントみたいなのありますかね？この時は、このつま先と膝の向きが、はい、この一定になるように、あ、はい、これが膝がこっち外側にこう向いてしまうと、はい、もう力が逃げてしまうので、はい、このつま先よりも外側にこう向かないように、はい、つま先のこのラインで止めるっていうようなイメージですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日は藤原さんのバッティングを聞いてみました。皆さんも意識してやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、アーリアさん、アーリアさん、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。アーリアさん、ありがとうございます。